パフォーマンスは今週の日曜日にはずっと入っていますけれども、ダイソーあるいは守備固めという場面が多いですから、まあ、スタメンというのはないですね。まあ、チームとしては固定したいと思うんですよね。はい、安い先発なんですね。固定してると競争がなくなるっていうね、難しい、はい、難しいと思うんですけどね。広瀬の打球は前には落ちませんでした。ライトが掴んでいます。3アウト、9回終了して8対2。この3連戦、初戦はタイガースがものにしました。藤浪が今シーズン初勝利、1勝目、1勝2敗ということになりました。野村雄介が逆に今シーズン初黒星、2勝1敗ということになっています。藤浪は今日自身プロ初のホームランもありました。新井涼太とほとんど飛距離が変わらないぐらいの見事なホームランもありました。春先の1位と2位の直接対決という形になったわけですが、初戦はタイガースがものにして、これでゲーム差でシカゴに追いついたということになります。今日はタイガースにとっては理想的な展開で進んでいきました。先制こそされましたが、中盤の中押し、それからダメ押し点、非常に大きさともありましたが、理想的にゲームを運んでいけたタイガースでした。おそらく今日はですからヒーローは藤浪ということになるでしょう。タイガースファンとしては一安心ということにどうやらなりそうです。今日は 17,946 人のお客さんが入りました。三塁側のアッパーデッキもヒーロー様、タイガースファン、多くのスタジアムに集結をしています。これでタイガースはですから6連勝ということになるわけですね。非常に勢いがある春先のタイガースということになりそうです。去年は、ね、最高で6連勝だったんですよ、タイガースは、はい、7連勝しないんでね。あ、そうですね、そうですね。さあ、これでタイガースはですから去年の勢いを超えることができるかどうか。まあ、去年は2位と言いながらもジャイアンツに大きく離された 12.5 ゲーム差、9月に失速をしたわけですけれども、今回のシーズンは果たしてどういう展開が夏そして秋というふうになっているんでしょうか。今日はマスコット公演とコントラッキングを松田さんに背負い直しています。さあ、まもなくヒーローインタビューかというところなんですが、まだちょっと時間がかかるようです。藤浪としてはエルドレッドにホームランこそありましたけれども、その後は見事なピッチングやストレート、それから変化球ともに今日は良かったんですよね。良かったですね。はい、なかなかカープとしては打ち崩すというところまではいきませんでした。いや、張りまっすぐが速いっていうのがね、武器ですね。速いっていうか、ただ速いんじゃないし、ね、今日質のいいまっすぐも言ってたように、はい、思いますんでね。そういう意味では今日は6連勝ということで、その初勝利をマークした藤浪がヒーローインタビューということになります。放送席、放送席、今日のヒーローは今シーズン初勝利、藤浪晋太郎投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ち聞かせてください。そうですね、まあ1勝目できて素直に嬉しいですけど、まあ、やっぱり火曜日のピッチャーとしてはやっぱり、もうちょっとしっかりイニング投げたかったなと思います。7回2失点でしたが、もう少しという思いですか。そうですね、やっぱりまあ週の頭なんで、やっぱりリリーフの方にできるだけ負担かけないようにしたかったので、ちょっと祭り以降はしっかり、もうちょっと回数投げれるようにしたいです。5連勝でチームは来ましたが、そのあたりどんな気持ちでマウンドに上がりましたか。やっぱりチームとしても流れ良かったですし、野手の方も、調子いい方が多かったんで、まあ、やっぱりその流れを消さないように、しっかり投げようと思いました。打線も今日は奮起してくれましたね。そうですね、やっぱり、援護点をたくさん取ってもらって、まあ、楽な展開で投げさせてもらったので、まあ、野手の方に感謝したいと思います。援護という意味では自分でもホームランありました。いかがでした。そうですね、まあ、振ったらたまたま当たってくれて、まあ、飛んでくれたので、ラッキーだったと思います。3試合目で今シーズン初勝利をマークされて、さあこれからというところ、これからの方向を聞かせてください。そうですね、まあ、1試合目2試合目と、不甲斐なピッチングをしてしまったので、まあ、その失敗を取り返せるように、まあ、チームの勝ちに、1試合でも貢献できるようにやっていきたいと思います。見事
今シーズン初勝利、藤浪晋太郎投手でした。ナイスピンチングでした。という藤浪投手のヒルインタビューをお聞きいただきました。火曜日の投手としてはもっと投げたかったというところには責任感がね、現れてますね。はい、まあでも7人ですから ね、はい、まあ先発投手としては十分というところですね。そうですね、はい、さあ今日の試合ではハイライトで振り返っていきましょう。まず2回です。先手を取ったのはカープでした。レルドルットが今日久しぶりのホームランを放ちます。非常に低いボールだったんですけれども、これをうまくすくい上げて持っていきました。エルドレットのホームランでまずカープが1点を先制します。非常にいい流れかなと思ったんですが、しかし野村が本調子ではありませんでした。今日のカープ先発は野村雄介、背番号19対決だったわけですけれども、まずゴメスに3回詰まりながらもタイムリーヒットを浴びてしまいます。ランナーを出しながら初回2回と粘ってきたんですが、まず3回の同点に追いつかれてしまいます。そして5回、ランナーを1人セカンドに置いて、大和をセカンドに置いて迎えるは3番の鳥谷。逆方向に伸びていきました。フェンスダイレクト、これで大和が帰っていきます。勝ち越しのタイムリーヒット。鳥谷も調子が上がってきました。そして新井亮太、これは打った瞬間本人が確信した当たり、逆方向に持っていきました。深いところを中間へのスリーランホームラン、これでカープを突き放します。野村としてはこの一打を打った。さらに6回です。今度は2番手クリアレン、先ほど振ったら当たってくれたという本人は話していましたが、ストレート、これも逆方向、新井亮太に感触ないというぐらい伸びたホームランでした。これはプロ初ホームランです。そして7回の裏、藤浪のピッチングですが、田中康介を空振りの三振、7回を投げ切ります。先発ピッチャーとしての役割を果たしました。そして最終回リリーフに託して、最後は筒井がヒットを取りました。これで藤浪が今シーズン初勝利1勝目をマークしたということになりました。さあということで1対2、点差6点という試合でしたけれども、どんな風に今日の試合は振り返られますか。まあ、藤浪の投球ですね、はいはい、非常にまっすぐの走りというかね、伸びたっていうかね、はい、指のかかり声が非常に良かったように思いましたね。うん、そうですね。さあそしてカープとしては、野村あるいは栗というところ、ちょっと不本意ではあったなというピッチングでは、はい、野村がねちょっとコントロールに苦しみましたね。まあコントロール、本来コントロールのいいピッチャーがね、そこまでストライク入れないなんて、ね、はい、まあ珍しいんで、はい、次回はねもうほんと今日のことは忘れてね、次回リベンジしてほしいですね。さあということで放送局に残り少ないなと思いました。これで藤浪は今シーズン1勝目、タイガースが6連勝ということになります。解説は藤浪さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。